月7日にスタートした東京 SKA トレジャーハントは、全国の10会場で2デーズ公演が行われるツアー。各会場ではスカパラのワンマン公演とゲストアーティストを招いたジャムセッション形式の公演が展開されている。 KT ズイープ横浜では前日の17日にクリープハイプを招いたツーマンライブが行われ、ムロはスカパラのワンマンライブのスペシャルゲストという形でツアーに参加した。ライブ終盤、谷中敦氏、バリトーンサックスによる呼び込みでファンの前に姿を見せたムロは、スカパラメンバーのスーツと同じ白と黒の生地で仕立てた塩ビ服姿。客席の熱狂に大きな身振りで応えると、壇上の10人は5月に配信リリースされたコラボ曲、めでたしソング、フィート、ムロツヨシの演奏をスタートさせた。ムロの舞台、ムロ式、学芸会のためにスカパラが書き下ろしためでたしソング。弾けるリズムと賑やかで楽しいサウンドに乗って、ムロはパワフルにステージを駆け巡り、客席の一人一人に訴えかけるように歌声を響かせる。昔々あるところにから始まる語りパートでは、横浜にある男が生まれましたと歌詞を言い換え、物語仕立てでスカパラとのコラボが実現した経緯を表現しながら、今年夢が叶ったんです、ありがとうありがとう、すげえかっこいいよ、東京スカパラダイスオーケストラと喜びを叫ぶアドリブも。フロアにはハンドウェーブが巻き起こり、会場が大きな一体感に包まれる中、ムロの皆さん必ずめでたしめでたしという言葉で楽曲は締めくくられた。曲が終わるなり、ムロは横浜は菊名記念病院で生まれたムロツヨシですと自己紹介し、この歌を地元で歌えるなんて思ってもみませんでした、貴重な経験をありがとうございますと笑顔を見せて舞台袖へと姿を消した。しかしこの日の2組のコラボは1曲に止まらず、ムロはアンコールのステージにも登場。スカパラの MC で茂木欽一、ドクターや大森はじめ、パー、北原雅彦、TV が青春時代の横浜での甘酸っぱい思い出を次々に回顧し盛り上がっていたこともあり、ムロもおすすめのデートスポットは地元民が流行るだろうと思っていたけど流行らなかった臨港パークです、必死したいなって時はここがおすすめ、かなりのディスタンスが取れますから、笑いと切り出して会場の笑いを誘う。またムロは見てましたよ閉会式、びっくりした、どうした?自分は呼ばれてないと思って笑い、でもう嬉しかったとスカパラの東京2020オリンピック閉会式への出演を喜び、整ってきたなと思って、歌コン出てミュージックステーション出てオリンピック、今年の締めにはめでたしめでたししないといけないでしょう、大晦日に絶対言いたいセリフですよ、NHK の関係者の方いないかな、本当はいるでしょ、盛り上げますよと NHK 紅白歌合戦を見据えた発言で会場を大いに盛り上げた。笑いの絶えないやり取りの後、2組が披露したのは銀河と迷路、茂木の今日だけのスペシャル、今夜最高のトレジャーという曲ぶりの言葉通り、ムロと茂木がボーカルを担うこの日ならではの形で楽曲が届けられた。豊かな歌声で聴衆を魅了したムロは、仲間に入れてくれてありがとうございました、本当にすごい思い出ですと感謝を伝え、笑顔で手を振りながらステージを後にした。終演後には谷中とムロが音楽ナタリーの取材に応じてくれた。とにかく光栄でしたとスカパラとの共演の感想を語ったムロは、地元のライブハウスで歌声を披露したことについて、地元の友人も招待していて照れくささも生じあったんですけど、それより何より兄さんたちが頼もしすぎて、この場所に立っていいと言ってくれる喜びとやりがいが何よりも大きかったです、銀河と迷路は本当に緊張しましたけどねとコメント。もう一曲歌ってみないなんて銀河と迷路を送ってきて、絶対この人たちおかしい、こんな代表曲歌えるわけないで、笑いと振り返るムロに、谷中は歌える曲が増えたら楽しいじゃないですか、
お客さんに楽しんでもらえる時間が増えるから、もっと増やしたいくらいと応じる。すると室は、悪気なく繰り返していた、負けのない賭けを、きれいに並べてって、なんて歌詞ですか。すごい素敵だなと思って、歌ってみて初めてわかる意味、深く知る意味もあるんですよ。そんなことを役者ながらに思いましたねと実感を込めて谷中に伝えていた。一方の谷中は、あまりにもめでたしソングが良くて、自分たち的にも手応えを感じているからと、室との共演を振り返った。谷中が作詞をする際に室から受け取ったメッセージの中にあった、めでたし、めでたしという言葉を絶対に使いたいと思ったと言い、人類は大変なことを何度も乗り越えて、何度もめでたしめでたしにしてきたと思うからと、今この言葉を歌う意味について語る。そして、室さんがずっと大晦日予定を空けてますとおっしゃってるけど、自分たちも本気でそう思えるハッピー具合と手応えを明かした。この言葉には、室も歌っていると、2021年の今、この歌を届けたいと、この歌を届けることをやるべきことにしてもいいんじゃないかなと思い始めてるんですと反応。はったりだし、ヘラヘラしながら言ってるけど、内心では確信を持ちながら言ってますと、大晦日への思いを明かす。谷中が、音楽って直接メッセージを届けられるからいいですよね。しかもその場でお客さんが反応してくださるっていうのはすごく面白いことなんで、それを体験してもらえているのが嬉しいと言うと、室はすごい体験をしています。本当に。役者なのに音楽ライブにはまり、そう、笑い。演劇は渡すもので、自分たちがメッセージを届けて、それを持ち帰ってもらうんですが、音楽ライブはお客さんからもらえるんですよねと笑顔で語っていた。なお、この公演ではスカパラが11月10日にミニアルバム SOS チェアワンソーロをリリースすることが発表された。今作にはゲストボーカルとして MAN with a Mission の東京田中、VO とジーン、ケンジョニー、G、VO、ラップスを迎えたタイトルトラックのほか、めでたしソング、フィート、ムロツヨシも収録される。また、ムロが初主演を務める映画、マイダディが明日9月23日に全国の劇場で公開に。この映画について、ムロは、初主演で、コメディではなく親子劇でございます。この時代だからこそ大事なものとは、絆とは、仲間とは、人と人との関係とは、何かを探しに、見つけに来てもらえたらと思いますと語った。